すげえな。ISO5 万までぶち上げましたが。おお。あ、でも向こう側に夜景が見えるのかな。そうですね。なんかうちらほら、ちょっとなんか。まあまあ、確かにちょっと見えるじゃ見える。ちょっと見えるじゃ見える。はい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 。ただ、思ったほど、そうですね、ちゃんと見えてないっていう。はい、改めましてアンディです。今回なんですけども、こちらズミルックス 50mm をねライカ SL2S に装着しまして、ムービーを撮りながらね、夜景をちょっと撮影しようと思いまして、まあ、たまたまねレンタカーの返却時間がまあちょっと翌朝まであったっていうのもあって、ふと夜景撮り行こうかっていうのを思いつきまして、で、まあ、ちょっといろいろ仕事の絡みで一緒にいた関さんにお声かけしたら一緒に行くっていうことだったので2人で出かけてたんですけども、この辺ね、前回ライブでドライブ中にライブしてるんでね、まあ、よかったらそれも見ていただきたいんですけど、でその中でね、まあ、いろいろとねこう夜景を撮りたくて動いたんですけども、まあ失敗でしたっていうのが、まあ、今回のテーマのオチなんですけども、何が失敗したかっていうところをねちょっと、まあ、自分へのこう戒めも含めてしっかりとね記録残しておこうかなという感じですね。でまずね、勢いで動いちゃいかんっていうのが1個目ですね。本当ね、結構思いつきで走り出して、最初はね、岡山県の倉敷市、美観地区まで行こうかとかっていう話をしてたんですね。で、その途中で姫路城とかも撮りたいよねとか言ってて、で姫路城ライトアップしてるらしいので、じゃあその姫路城を撮りに行こうっていうことで車走り出したんですけど、いやどうもね、姫路城10時でライトアップが終わるよと、消灯だよと、あれこれ間に合わないですねみたいな話になり、じゃあ伊丹空港で飛行機の離発着取れたらいいよねみたいなことで、私らそこで調べ、車の中で調べたりとかするんですけど、でするとね、いや伊丹空港もこれ飛行機も飛んでないっすねみたいな、いややばいな、どれも取れないよねみたいな、もう本当それでひたすらこう探しながら走ったんですけど、いやこれまずね絶対やめた方がいいです、まずリサーチしましょうです。でその時間で何が取れるかを知らないのに動き出しても、やっぱ取れるものは取れないっすね。まあ当たり前ですけど、ディレクションを仕事からやってるので、こんな無計画な撮影計画なんてことをやったことはないんですけど、なんかちょっとノリでね面白いかなとか言いながらやったんですけど、いやもうまず撮れ高がないんでやめましょうっていう感じでした。で、2つ目ですね、現地の状況を知らないで行ってるので、ロケハンちゃんとしましょうっていうのが2つ目のポイントですね。というのが、まあ、その走ってる途中でちょうど行きしなにいいところがあるよと、その夜景が撮れる展望台公園がありますみたいなのが分かって、じゃあよしそっち向かおうっていうことで、もう急遽こう高速降りてそっちにガーッと向かっていったんですけど、確かにその場所にはたどり着けたんです、たどり着けたんですが、結局その小高い山の中なので、どこから見ると綺麗な夜景が撮れるのかまでは分からないんですよね。だから散々こう歩き回って探し回って、どっかで撮れないか撮れないかってやってたんですけど、結果もうほんと木々が邪魔してたりとか、全然こう開けてるんだけどそっちには光がないとか、いろいろとね想定外すぎて、まあ、これも結局リサーチ不足が招いた結果ではあるんですけど、やっぱねちゃんとロケハンした方がいいです。いい写真を撮りたかったら事前準備マジ大事っていうね、本当にね痛いぐらいの教訓でしたね。でまあ本当ねこう何が悲しくてこんなとこ歩いてんだろうっていうような道を歩きながら、頂上までたどり着いたけど結局何も撮れず撮れたかなしっていう、なので本当まずね、まあ姫路城とか伊丹空港に関してはもう時間的に NG で、ようやく見つけた展望台も今度はね場所的に NG、 やっぱ分かんないんですよね、どっから撮っていいかっていう情報をちゃんと調べておきましょうっていうのがものすごく痛感しました。でまあそのままでも結局美観地区目指すかって言って走ってはいたんですけど、まあちょっとね200キロ確か京都大阪ぐらいから200キロぐらいなんですけど、100キロ超えたぐらいでもうちょっとさすがにこれってもしかしてきついんじゃないかっていうことになり、一旦パーキング入り冷静に考え、そこからもういい戻ろうっていう流れになりまして、で帰りがけに明石大橋を撮ろうっていうことになったんです。もうこれ最後の望みですよね、もうそこが取れなかったら今回の取れ高ゼロよっていう話で、そこに向かっていくと、向かっていく途中に雨が降り出すっていうね、これ3つ目のポイントですね、天気確認しましょうです。やっぱね結局天気には勝てないですからね。で
一応その頑張って赤潮大橋の方まで走ってって田元に着いたんですけど、ギリギリでしたね雨が。まあなんとかギリギリ、まあ、そこで撮れた写真がこれちらなんですけども、まあ、これはまあまあ頑張って撮ってこれって感じなんですけども、シャッタースピードこれ2秒にしてましてですね、F2.8 ですね、バリオエルマリトこの時はつけてるんですね。 24mm で撮ってます。 ISO が3200。 いやーなんとかこの1枚で、他にもいろいろ試してまして、例えばこちら、こちらがね ISO 3200のままで、F2.8 のもうシャッタースピード4分の1 4分の1でもまだこんだけ暗いんですね。でこの時多分手持ちでやってると思うんですけど、さっきのやつはもうなんかフェンスかなんかに固定して撮りましたね。はい、続いてこちらがね ISO 5000で撮ってますね。 F2.8 って30分の1、まあバリュールムレートの中では開放なんですけども、ちょっとザラつき見えますかね。うーん、色いじるとちょっと見えてくるかもしれないですね。これ今撮って出しです。でさらに、ISO を10万まで上げますとこんなになります。かなりザラザラっすね。はい、開放で、30分の1です。まあでもウェブで見る分にはいけるんですかね、どうなんでしょう。といった感じでなんとか撮れた写真がこれだけ。結構ね時間もかけて走りましたし、結局関さん送ってたのは夜中の3時とか4時だったと思うんで、いやーちゃんとね下調べしてから行きましょうっていう、すごくいい教訓でしたね。で本当はね水島コンビナートとか、あの美観地区とか行って撮りたかったんですけど、多分行っても撮れなかったですねこれは。なのでまあ U ターンしたのだけが唯一の英断だったかなという気がするんですけど、やっぱりそのどこでどう撮るか、でどの時間帯で撮るか、で天気は大丈夫か、この3つはねちょっと最低限抑えていくべきだっていうことを痛感しましたので、ちょっとこの思いつき撮影企画はちょっと二度とやらないようにしようと思います。まあ、あの走ってる分には面白いんですけど、撮れ高がなさすぎるっていう致命的な弱点があります。そういった意味ではまあ勉強になりました。といった感じで今回本当撮れ高ない話をずっとしてるっていう感じでもありましたけど、まあ、ちょっとねまたどんどんいい写真をね撮るように頑張りたいと思いますんで、よかったらチャンネル登録なんかもしていただきつつ、次の企画をお楽しみいただけたら嬉しいです。といったところでまた次回お会いしましょう。